皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、山上容疑者が1月13日までに殺人罪で起訴される見込みです。そこで現在の山上容疑者は一体どういう状況にあるのか、本人のコメントや親族からのコメントが入ってきておりましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずは皆さんのおかげで銀の盾がとうとう届きました。しかしこの名前なんですが、50文字限定でして、本来でしたらひろくまチャンネルなんですが、それが入りませんでした。しかし非常に満足しております。皆さんありがとうございました。それでは記事に参りましょう。まずはこちら、産経新聞の記事です。山上容疑者に現金100万円超、拘置所の差し入れが続々入っていると、山上容疑者は、左翼の人間たちから持ち上げられて、正義のヒーロー扱いされています。その山上容疑者は拘置所に入っていて、現在の状況は一体どういう状況なのかを見ていきましょう。安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、山上徹也容疑者が鑑定留置されている大阪拘置所にはこの半年間、現金や服などの差し入れが続々と届き、現金書き留めは100万円以上に達していると、もう呆れますよね。左翼の人たちとメディアに煽られて正義の味方と思っている人たちがいるんでしょうかね。そして山上容疑者のおじによると、このおじさんがですね、後ほども出てきます、オンラインで拘置所に差し入れできる専門店のサービスを通じ、山上容疑者宛に服や菓子類が大量に配送されていると、オンラインで拘置所に差し入れできる専門店があるそうです。非常に便利なんですね。そして拘置所に収容しきれない分はおじ宅へ届けられていると。このおじ宅へ届けられている分というのもどうなっているのか後ほど出てきます。そしてこれまでに届いた現金書き留めは100万円以上あると。いや、もっと世の中のために使える方法はいくらでもありますけどね。どうして山上容疑者に使うんでしょうかね。そして大手コーヒーチェーンで使えるプリペイドカードが入っていたことも、と、いや、拘置所にいるのどうするんでしょうか。そして手紙がお自宅に直接届くケースもあり、山上容疑者を支えてやってください、絶対に死なないでと伝えてくださいという趣旨の文面もあったと。そんな心配はいらないんじゃないでしょうか。安倍さんを殺した人間に対してよく言うなと思いますよね。またインターネットの署名サイトでは、山上容疑者の減刑を求める署名活動が続いており、すでに1万を超える署名が集まったと。ちなみに、こちらチェンジオークの署名サイトです。山上徹也容疑者の減刑を求める署名、現在1万838人の人が署名してます。いや、本当におバカさんだと思いますよ。人を殺した人に対して何やってるんだということになりますよね。宛先は検察庁長官殿と斉藤めぐみという人が作ってます。そして伝えたい点は次の2点です。過酷な生育歴を鑑みての温情。そして統一教会問題でいろいろ書いてありますが、未成年ならまだわかりますよ。しかし山上容疑者は42歳のおっさんですよ。おっさんに対して生育歴を鑑みてくれと。おかしいですよね。そしてもう1点。本人が非常に真面目、努力家であり、更生の余地がある人間であることと、殺人をしておいて、真面目で努力家というのは全く関係ないんじゃないでしょうか。一方的な考えで安倍さんを殺したと。つまりテロリストですよ。タリバンと一緒ですよ。そういう人を減刑してくれというのはもうおかしいですよね。まあ同じ署名をするのであれば、こちら、安倍元総理の慰霊碑建立再検討のため、大和西大寺駅の北口の道路整備を一旦中止してくださいと。こちらの署名は現在2万5600人ですよ。減刑が1万838人に対して、慰霊碑建立は2万5600人。全く違いますよね。ちなみにこちらのサイトのアドレスは説明欄に貼っておきますので、無料で署名できますので、皆さんぜひお願いいたします。この減刑を求める署名のコメント欄、いろいろありますが、それがですね、戻りまして、日本を守ってくれた人物とか、正義の鉄柱を下した、そういったコメントが多数見受けられるんですよね。そして自分が同じ老い立ちだったとしたら、容疑者は自分だったかもしれませんとか、むしろ被害者、容疑者の老い立ちに同情を寄せるものも並んでいると。いやー、テロリストですよ。老い立ちが悪くて人を殺した。それは理由にならないでしょう。それは安倍さんだからじゃないでしょうか。あなたの家族が殺されたら、こんなことは言えないと思いますよ。
そしてこうした傾向について東京未来大の出口教授は、理由さえ成り立てば犯罪も仕方ないと合理化するのは非常に危険な考え方だと警鐘を鳴らしていると。もうおっしゃる通りですよ。犯罪をした後で、いやこういう理由があったからしたんだと、その理由を全く関係ない人たちが探してきてるんですよね。そうなるとどんな犯罪でも許されてしまうということになるので、非常に危険な考え方ですよ。あなたの家族が殺されたら、そうは絶対に思わないでしょうね。犯罪を犯した後にそれを緩める理由を探すというのは倫理観の崩壊だと思いますよ。左翼を見てるとわかるでしょう。それが左翼の考え方なんですよ。そしてこちらシェアニュースジャパン、元朝日新聞記者山上容疑者は教団と安倍によって散々踏みつけられた人生、最大限の酌量が必要。いや、安倍さんは山上容疑者と全く関係ないですよね。そして萩生田らミニ安倍どもは国会から永久追放だと。さすが元朝日新聞ですよね。つまり朝日新聞等の左翼系のメディアが国民を洗脳しているんですよ。安倍さんは全く山上容疑者と関係ないので、むちゃくちゃなことを言ってるんですよ。そしてこちらの方は佐藤明氏と言います。今はジャーナリストです。その佐藤氏のツイート、山上容疑者がいなければ安倍の嘘800政治の延長とデタラメ統一教会による悲惨な被害が続いていただろう。もうですね、朝日新聞の言うことは反対が正解ですよね。そして朝日新聞は安倍さんを憎みまくっていました。それは安倍さんが正しい政治を行ってきたからなんですよね。だからもう安倍憎しでこういった発言をしているんですよ。そして教団と安倍によって散々踏みつけられた人生、もう安倍さん全く関係ないんですよ。どうして安倍さんが山上容疑者の人生を踏みつけたんでしょうね。全く関係ないですよね。なので最大限の酌量が必要だ。反対に教団の宗教票欲しさにズブズブとなった萩生田ら、ミニ安倍どもは国会から永久追放だ。まあ勝手に永久追放できるのであればすればいいですよね。統一教会の票なんて本当にわずかですよ。何言ってるんだという感じですよ。まあとにかく安倍さんの存在は朝日にとって脅威ですから、森かけ桜、そして統一教会、どんな理由でも攻撃ができればいいんですよ。まあそんな程度ですよね。そしてこれに対してネット上のコメント、テロリストを賛美擁護する元朝日新聞記者、サンゴは大切にと、安倍さんも朝日に対してサンゴは大切にとよく言われておりました。そしてジャーナリストは事実をねじ曲げて自分が妄想して作り上げた記事を報道として流していることがよくわかりますと。そうですよね、妄想ですよね。もう幼稚な妄想ですよ。しかしそれを真に受ける人も多いので非常に怖いんですよね。そして山上が酌量されるかどうかは法廷が決めることだし、罪は罪、英雄視するのはいただけないなと、これが普通の感覚ですよ。そして命を何だと思っているのだろう。おっしゃる通り、これも倫理観ですよね。そしてこちら産経新聞、12月10日の記事なんですが、山上の仇討ち代表杉田議員に相次ぎ脅迫のハガキが届いていると。もう先ほどの元朝日新聞の論調に載ってる人たちがどんどんこういうことするんですよ。左翼の特徴ですよね。自民党の杉田水脈衆議院議員の国会内の事務所にせいぜい背後気をつけとけ、山上の仇討ち代表などと脅迫する文面のハガキが届いていたと。そして奈良市内から送られた2日の消印が押さえていたそうです。そして杉田氏の事務所によると、差出人は山上の仇討ち代表名乗り、ハガキには過去に書いた全てを撤回し心から詫びを入れんかい、できんのやったら誰かの後を追うことになるぞ、せいぜい背後気をつけとけと。これは原文のままだそうです。そういったことが書かれていたそうです。またもう一通類似するハガキも届いていて、それは神戸市内だったと。まあ全く関係ないですよね。杉田水脈氏は先ほどのコメントでありましたが、自分が妄想して作り上げた記事だと。左翼の皆さんは妄想ばかりしてますよね。それがこういった脅迫のハガキであったり事件につながったりするんでしょうね。そして杉田氏はその後総務大臣政務官を更迭されて、逆にですね、続々と講演会入会や入党の申し込みが来たと。これが保守の力なんですよ。みんなで杉田氏を支えたいと。実は私も入りました。こちら杉田水脈
シオンホームページ杉田水脈講演会なでしこん会です。応援団会員は月額無料、イベントの先行予約とかメールマガジン発行、そして Facebook のグループの招待、そういったのが無料で受けれます。そして正会員ですと月額が一口500円から入れると。しかし何口でも結構ですよと。そうなると先ほどの特典プラス解放誌ミオニュースの送付があったり、会員様限定懇親会があったり、会員様限定動画配信があったり、いろんな特典があります。そしてさらに上の会員もあります。こちらから申し込みができますので、こちらのページのアドレスも説明欄に貼っておきます。しかし現在申し込みが殺到していて、通常より時間を要することが予想されるそうです。皆さんどしどし申し込みをされてみてください。そしてこちらテレ朝ニュース、山上容疑者は今どういう心境なのか、罪を償い人のためになることしたいと、断片情報しかありませんが、そういったコメントも入ってきております。山上容疑者は逮捕直後、警察の取り調べに対し容疑を認めていたものの、その後黙秘しています。そしてその後取材で山上容疑者が関係者に対し、罪を償って人のためになることを行いたいと現在の心境を話していることが分かりました。しかし事件についてはやるべきことをやったと話しているということだそうです。なので十分に殺意があったということが分かりましたよね。精神鑑定していると言ってますが正常だということも分かります。そして奈良地検は鑑定留置終了後、山上容疑者を殺人罪で起訴する方針ですと。そして警察は事件前日に旧統一教会の関連施設を狙ったとされる手製の銃の試し撃ちなどについて追送検する方針ですよと。まあとりあえず今回の動画は山上容疑者以外に犯人がいるのではないかと、その話題というよりも現在の山上容疑者の状態はどうなんだと、そちらについての情報ということでご了承ください。私は安倍さんの右の首元、そこに銃痕があるのは不自然だと思ってます。そしてこちら産経新聞、山上容疑者は医師の同じ質問にはうんざりしていると、そういうことを言われております。山上容疑者は精神鑑定の担当医から同じような質問を繰り返し受け、うんざりしていると話していると。そりゃそうでしょうね。なぜかずっと精神鑑定してますから、もう聞くことがなくなってるんでしょうね。ただ医師の聞き取りには素直に応じていたというと。そして鑑定留置は10日で終わります。その後に殺人罪で起訴されますよと、そういうスケジュールになります。そして令和元年10月に立ち上げたツイッターには、俺が憎むのは統一教会だけだなどと記し、事件前日に島根県のジャーナリスト宛てに投函した手紙では、安倍氏について本来の敵ではないと綴っていたと。これは有名な話で皆さんもご存知かと思います。なのにさっきの元朝日の記者、こちら佐藤氏は、教団と安倍によって散々踏みつけられた人生だったと勝手に妄想しているというのがわかりますよね。さらにツイッターでは、俺が14歳の時家族は破綻を迎えた、全ての原因は25年前と、そういう話もしてます。なので安倍さんは全く関係ないですよね。そして関係者によると、山上容疑者は面談には素直に応じつつ、鑑定医に同じことを聞かれうんざりしていると周囲にこぼしたと。そして妹との接見も認められたが、事件について語ることはほとんどなかったと見られると。そして山上容疑者の叔父によると、容疑者と接見した妹は英和辞典や英語の問題集、洋書緩和辞典などを差し入れたと。これは勉強してほしいという叔父の発案だったが、あまり勉強している様子ではなく、妹が怒って山上容疑者が落ち込んだこともあったと。まあ殺人してますから勉強する気にはなりませんよね。そしてこちらデイリー新潮、叔父が語った山上容疑者の近況、出所後に向けて英検一級の問題集を差し入れたと。先ほどもありましたよね、辞書を渡したとか、それは全ておじさんの考えで差し入れをしていたということになります。そしてこの新潮では、山上容疑者の母親もコメントされてます。まずは新潮は12月のある日に奈良県内のアパートに行って母親に会いに行ってます。自転車の前かごから灯油入りと重しきポリタンクを下ろして自室に運び入れていたと。そして小柄な体にコートを羽織り、帽子を目深めかぶった上、メガネとマスクをつけているため表情は読み取れないと。そしてある時声をかけるとうめくように言った、皆さんに分かってもらえないのでねと。何が分かってもらえないのかということになりますよね。そして母親の語った心情に分け入る前に、まずは山上容疑者を置かれた状況から、7月8日の事件後、下旬には大阪拘置所に移送され、現
現在まで鑑定留置されていますと、そして専門医が山上や親族と面談を重ね、精神鑑定の有無や生育歴などまで調査し、責任能力を検討してきましたと。まあもちろんもう責任能力はあるでしょう。そして検察側は過去2度、奈良簡裁に鑑定留置を延長申請し、その都度認められてきました。どうして2回も延長申請したのかはまだわかりません。ただいずれも弁護団が準抗告し、奈良地裁が延長短縮を決定、そこで鑑定留置は1月10日までとなりましたと。以降は奈良西警察署に身柄が移送される見込みです。責任能力に問題はなく、勾留期限を迎える1月13日までに起訴されるでしょうと。そして弁護団は国選2名と、事件の大きさに鑑みて奈良弁護士会から追加選任されて1名の計3名構成ですと。なので本来でしたら国選2名だけでやろうとしていたと。しかしあまりにも事件が大きいので奈良弁護士会から追加で1人来たと、そういう構成になっているようです。そこで弁護人の1人古川弁護士国選に聞くと、接見は2週間に1回くらいです。病気はしておらず精神的にも問題はない。なぜ検察が鑑定留置延長を申請したのか理解に苦しみますと、弁護士でも理由はわからないそうです。そして外部から彼宛てに手紙が来たりもしますが、彼の妹以外は接見禁止なので本人には届いていませんと。そして週に 1、2回鑑定人の面談も受けていますが、逆にそれ以外の時間は取り調べを受けているわけでもなく、本人にとって空いた時間はあるでしょうと。つまり暇な時間の方が多いと、そういう状況になっているみたいですね。そりゃそうでしょうね。これだけ鑑定留置が延長されたので聞くことももうないでしょう。そしてなるほど、ならば暇を持て余しているのだろうかと。そこであのおじさん、元弁護士だそうです。そのおじさんによると、勉強していますよというのであると。徹夜今衣食住足りた状態なわけです。仕事もしなくていいから時間はいくらでもある。だから今勉強しておいた方がいい。それで私も英検1級の問題集を差し入れています。徹夜の妹も辞書を差し入れたりしているようです。しかし今英検1級勉強してどうなるのかと。勉強することは悪くはないと思いますが、英検1級はどうなのかと思いますよね。さらにおじさんはこうも語ったと。殺人事件は裁判員裁判となり、被害者が1人の場合懲役20年前後が実刑の相場でしょう。安倍さんが亡くなったという事例を考慮しても懲役25年の実刑といったところでしょうか。ならば今のうちに勉強して出所した時のために地頭を作っておいた方がいいですからと。まあこのおじさんは元弁護士なので、現実的に実刑25年の実刑とそういうことを考えて勉強しろと言ってるんでしょうが、弁護士というのは実は記憶力はいいんですが世間知らずなんですよね。今勉強したとしてもその英検1級を生かしてどこかへ就職するんでしょうかね。そんなことできるわけないでしょうと。安倍さんを殺害した超有名人ですから、その考慮は一切なさそうですよね。勉強して資格を取るというのはほとんどがどこかへ就職するためのものですよ。これが弁護士らしい考え方ですよね。とにかく司法試験を通るために勉強しかしてないと。だから世間知らずになってしまうんですよ。そして父親は京大卒、自身も中学時代から学業優秀で奈良県内有数の進学校に進んだ山上容疑者、英検1級取得向けて勉学に勤しんでいるかと。そこで驚くべきことは、どこで住所を知ったのか、叔父の元に山上容疑者へ宛てたファンレターの類が続々と届いていると。頑張ってくださいという内容の手紙を差し入れの品々のほか、中には大阪拘置所に要所を送りましたなんていう内容のものもあったと。そして衣服は妹が接見に行った際に要望を聞いて望んだ種類の服を差し入れていますと。今刑が確定する前の拘置所ですから服装は選べるんですよね。そして先日は私も冬服を差し入れたところですと。でも全国から衣服やお菓子や食べ物の差し入れが多くて、彼が受け取らずに余ったものがここにたくさん届くと。だから私がそれを地域の老人会に提供していますと。左翼の皆さんの差し入れのおかげで地域の老人会が潤っていると。なので左翼の皆さん、
差し入れをしたとしても老人に届いている可能性があると。それはお菓子や食べ物は賞味期限ありますから、そういう風になるでしょうね。左翼の皆さん残念でしたね。彼が食べたり使ったりということはない可能性もあります。さて、その上で実母は本心何を語ったのかと、彼の弁護士とはやり取りをしていますかという質問に対して、時々はしますよと、どんなことを伝えるんですかと、別に何も伝えませんと、弁護士を通して伝えたいことはないのか、私の方が弁護士から息子の様子を聞いているだけですよと。ところで現在も統一教会を信仰しているのか、それは前から言っていますけどそうですと。彼の犯した事件の重大さは理解していますか。残念ながら私もそこにどうやって行ったのかわかりません。そことは何ですか。事件になったのが、おそらくどうして事件になったのかわかりませんと。なのでなぜ安倍さんを撃ったのかわからないと。そういった理解みたいですね。母親でもわからないということになります。なぜ事件に至ったのかわからないと。反対していましたけど、反対していたとは。教会に対してですね、私に対して言ってますでしょう。これまでの記事にいっぱいあるでしょうと。つまり山上容疑者は統一教会に反対はしていたが、なぜそれと事件がつながっていたのか理解できないということらしいと。では改めて銃口を安倍元総理に向けた動機は何でしょうかと。私もわかりません。どうして政治家を狙ったのか、それもまた裁判とかね、そういうので出てくるかと思いますと。まあ動機はわからないんでしょうね。そして母親は最後にこう語った関西なまりのその言葉には少し力を込めたようなニュアンスがあったと。自分の子供ですから、みんなそうでしょう。一緒でございましょう。あなたがね、大切に思い張るのと同じで一緒でございましょうと。いかなる犯罪をなそうとも、我が子は我が子と。まあお母さんはマインドコントロールされておりますから、息子が重大な事件を起こしたとしても旧統一教会への思いは変わらないと。そして母親としての思いも変わらないと。まあこれ以上は何とも言えませんよね。ということで、山上容疑者の状況というのは断片的だったり、親族からの話を聞かないとわからない状況になってます。なので今後裁判でいろんなことが明らかになっていくでしょう。そこでジャーナリストの山口則樹氏は、安倍さんの議員バッジに鍵があると言ってましたので、その件も含めて検察は何を言ってくるのか、そちらに注目をしていきましょう。またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Bye.